こんにちは、マリアですさあ今回の内容はこちらトップ就任学年ランキンキグ <laughs> ということでいやね私ねふとトップスターの皆さんって圏いくつでトップスターに就任されたんだろうなっていうことが気になっていろいろとね過去のトップスターさんのその就任の学年とかを調べてたんですよ。 で、あの、まあ、早期就任と呼ばれる方々がいたりとか、もちろんね、遅咲きと呼ばれる方々がいたりとか、こう、就任学年ね、結構いろいろとあるなーって思ったので、早い就任学年のベスト3、そして遅い就任学年のベスト3、それぞれを皆さんにね、ご紹介していきたいなと思っているので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、いやね、平均的にはトップスターに就任されるのって、大体、県12から県15。まあ、研究科12年から研究科15年ということで、皆さんね、入団してから、どうしてもやっぱり男役さんね、時間がかかるので、トップスターになるのに、10年はね、平均かかると言われていますけれども、12から15年ぐらいで、ね、トップになる方が多いそうです。で、まあ、ちなみになんですけれども、 今までね、結構早いんじゃないかなって私が思っていた、ゆずきれおんさん、ちえちゃんとか、あと、まあ、れいまことさん、こっちゃんとか、ゆずかれいさん、れいちゃんとかですね。もう、実はね、研究家10以上なんですよね。なので、県11でこの3人は、あの、トップスターに就任されていて、それでもね、早いんじゃないかなって私は思ってたんですよ。でも、それよりも早い方々が、 いたので、今日はね、そのトップ3ご紹介したいと思います。まずは、早く就任した、若くしてトップに就任したベスト3を発表したいと思います。まず、第3位がこちら。元月組トップスター、鈴風真世さん。そして、元雪組トップスター、森あきさん。 ということで、このお二方は、なんと研究家10年、ね、拳銃の時にトップに就任されているんですね。で私、リアルタイムでちょうどね、ファン時代見ていたお二方だったので、今思うと、え、そんなに若かったって <laughs>、あの、思うぐらいにも、ものすごくトップスターとして完成されていて、 あのお披露目公演から完成されていてその時もっと上級生だったんじゃないかなって今になってちょっと驚いてるんですよね拳銃だったんだあれがって思ってであの鈴風真由さんに関しては「ベルサイユのバラ」「オスカル編」でトップお披露目公演で私はこれも見に行きましたしあの森千明さんは「ムッシュ・ド・パリ」「ラ・パッション」でトップお披露目公演ということなんですねでどちらの作品も私拝見してるんですけれども あれがトップおひろみ公園なのって思うぐらいのレベルの高さでしたし、いやーなんか、なんでしょうね。<laughs> 今、今、拳銃でトップになるってものすごく早いなって思うのに、あの頃は、それでも遅かったんじゃないかって思わせるぐらいの実力派のお二方だったんだなって、今回調べてみて、うん、思いました。びっくりしました。はい。そして、第2位が、こちら。元 月組トップスター、玉木亮さんということで、玉吉くんってね、だからものすごく早かったんですよ。異例の速さですよ、これね。研究家9年生ですもの、皆さん。驚きますよね。<laughs> 確かに。いや、本当にびっくりですね。でグランドホテルカルセルロンドでのね、トップお披露目公演でしたけれども、 確かに、あの頃ね、まだ上級生にも、その候補の方々たくさんいらっしゃったと思いますし、そんな中で研究科9年生でトップスターに就任ですって言われた、玉吉くんのね、心中もいかにですよね。本当に、なんて言うんでしょうね。 私たちでは測り知れないくらいのプレッシャーがあったでしょうし、背負うものがあまりに大きすぎて逃げ出したくなったんじゃないかなとも思いますし、でもそんな中、とっても落ち着いて主演男役として、あの、月組をね、引っ張っていって、本当にお疲れ様でしたって言いたいですね、今となっては。うーん、なので、なんか、 トップの時、玉吉くんやっぱり張り詰めていたものがずっとあったんじゃないかなっても思うので、まあね、これからも芸能活動、舞台活動もされていくと思うので、また違ったね、玉吉くんの姿を見たいなって、うん、思っています。はい。さあ、そして、早くトップスターに就任した第1位は、この方。天海みゆうきさん。ということで、もこれはね、皆さん有名だからご存知ですよね。天海さんが、なんと、 研究家7年、7年目でのトップスターですよもうこんなの絶対にこれからないと思いませんか皆さん。異例中の異例ですよね。 いや、もう本当にすごいですよ、甘みさんって。で、私、鈴風前さん大好きだったので、月組ずっとずっと見ていましたし、その、かなみさんがね、トップになられた時に、2番手に甘みさんがなられて、全然進行内でしたからね、2番手になられた時に。でも、若くても、やっぱり圧倒的な華やかさがありましたし、オーラがありましたよね、甘みさんってね。なので、なんか、剣生だったけれども、 そんなこと関係ないぐらいの圧倒的なスター感でしたね。河川賞扉のこちら、ミリオンドリームス、これでね、お披露目公演でしたけれども、もうその時はなんか、アマミユーキさんっていう、カッたるスターさんが <laughs>、なんか納得させるぐらいのスターさんだったので <laughs>、あんまり研究家7年という若さを感じませんでしたね、当時ね。うん。でも今ね、思い直してみると、ああ、研究家7年だったんだ。今、進行の、 たちがトップスターになるようなもんでしょって考えるといやーこれはもうとんでもない恐ろしいことですよねうん。なので天海さんってどれだけすごかったのか皆さん本当に本当にこれを見るとお分かりになると思いますでこうやって見ていくと何気にね3位2位1位全て月組のトップスターさんなんですよで月組さんってそういう傾向にあるのかなってね思ってしまいますよねこういうなんか早期就任 大抜擢をするっていうところが、まあ、月組らしいところなのかなってちょっとね、思いました。で、さらに言うと、この早期就任された方々は、やっぱり組替えを経験してない方々なんですよね。ずっとその組にいて、喫水の、例えば月組っ子、喫水の雪組っ子として、あのー、その組のトップスターになるっていう方が、ほとんどでしたね、早期就任の方は。うん。なので、まあ、ね、あの、要以降になりますけれども、冒頭にご紹介した、 県11でトップスターになったちえちゃんもこっちゃんもゆずかれいちゃんもみんなね喫水の花組っ子、星組っ子ですからね。なので、やっぱ早期就任する方はね、ずっとずっと生え抜きのトップスターさんが多いのかなと思いました。はい。そして、遅咲きと呼ばれる、遅く、 遅い学年でね、あの、就任をしたトップ3ご紹介したいと思います。で、これに関しては1位がお二方いるので、3位がお一方という形になります。で、3位がこの方、そうかそほさんということで、元雪組のトップスターさんですね。で、そさんはベルサイユのバラでお披露目公演をされまして、まあ、元雪組ということなんですけれども、研究家17年、ね、県17での トップスター就任ということで、まあね、結構平均よりは遅めの就任でしたけれども、蒼さんがトップスターになられている時の雪組さんの団結具合って本当に素晴らしかったと思うんですよ。やっぱ蒼さんのお人柄もあったと思いますし、すごくまとまりがあったなって、うん、私はそういう風に見えました。で、蒼さんは花組にもともといて、花、雪、花、雪っていう感じで、 何回もね、組み替えを繰り返して、あの、雪組でのトップ就任となったということで、まあね、いろいろと苦労もされてきたでしょうし、いろんな経験をされてきてるのトップスターさんということで、私はね、こういう風に見ると、あの、遅くね、就任をしても、すごく素敵なトップスターさんばかりなので、なんかいいなって、うん、思いました。さあ、そして、1位のお二方ですね。それがこちら。元、空組トップスター、大空優希さん。 そして、元星組トップスター、北昌かえりさん。ということで、お二人が県18でのトップ就任となっています。で、あのー、みっちゃんに関しては、月組から空組、そして空組から戦火に行って星組、という感じでね、やっぱりね、くるみ替えを何度か経験しています。で、ガイズドールズでお披露目公演でしたね。 で、ゆうひさんも、あの、月組にいて、花組に組み替えして、空組っていう感じで、やっぱりね、遅く就任された方々って、組み替えをね、何度か経験されて、本当にね、いろんな経験をされている方々が多いです。で、ゆうひさんはカサブランカでね、お披露目公演でした。で、やっぱりね、そうさ,さんも、北翔さんも、 その、大空さんも、皆さんね、あの、トップスターになられた時の、ファンの皆さんの喜びってものすごく大きかったですし、ファンの皆さんだけじゃなくって、その組子の喜びも大きかったと思うんですよ。で、なんか、みっちゃんに関しては、それこそね、星組に、 いたことがないので、戦火から組み替えしての,あのトップ就任でしたけれども、それでも、やっぱりみんなね、しっかりとこう、みっちゃんをリスペクトしてみっちゃんについていっていましたし、あの、すごくいいトップスターさんだったなと思っています。なので、なんか、遅く就任することがかわいそうとか、その、なんか、 よくないことではなくて、私はすごくすごく素敵なことで、たくさんの経験を積まれて、たくさんの人と出会って、で、みんなに祝福されてトップスターに就任されるっていうことなので、私はね、この3名のトップスターさんを見てて、うん、すごく素敵なトップさんだったなって思いました。なので、ね、これからの生徒さんも、なんかね、ファンの皆さんはどうなってしまうんだろうって、やきもきされたりとか、不安だったりする方も多いと思いますけれども、 あの、ね、先にトップになられた皆さんを見ていると素敵な方ばかりなので、まあね、トップに就任できるように暖かくこれからのね、生徒さんたちも見守っていきたいなと思っています。はい。 ということで今日は私がね、調べたトップスターの就任学年ランキングをお届けしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうかこの動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。さあ、それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ